非常に饒舌に喋ったということがある。それはアメリカの上院下院の2つの議員での政治家たちに向かって日本の首相が安倍首相が喋った演説であります。それを私は英語で彼がやったものを録音でも聞きましたし、テレビでもそれが放送されるのを聞きました。でそこで私が考えたことはですね、この人が述べていることは決して私たちにとっては、すなわちここに集まっていられる人たちを含めて原爆について、あるいは原爆について非常に重い不安を抱いている、それを何とか乗り越えることができるかどうかということをいつも考えていて、例えばグラスはそれを乗り越えることができないでいるという思いのまま死んだし、そして私もまたその思いのまま去っていくことにはになるのではないかと思っているからです。そういう私にとってこの安倍首相がですね、非常に元気に喋ったあの両院、アメリカの上下 両院での講演というものは私は嘘に満ちていると思うんです。それがあまりにもですね、露骨な嘘で彼が喋っている。ところがアメリカではそれが放送されましたし、日本でもまあテレビで放送された。それに対してはっきりした拒否の言葉が実は日本人からもアメリカ人からも効果的に述べられることはなかったのではないか、ないまま今あるのではないか、それを私たちはどのようにひっくり返すかということが今最も大きい問題の一つだろうと思うからであります。彼が言ったことはですね、日本は今集団自衛権というものを、これまで日本人は憲法によってそれが禁じられているという意見で、それを自分たちが活用しようとはしなかった。アメリカと日本の大きい同盟関係の中で、しかし日本はアメリカと共に集団的自衛権というものを使うということは決してしなかった。ところが今それを彼は使おうとしている。それは日本が自分たちにとって最も頼りになる有力な仲間であるということを示したものであるというのが彼のアメリカの反応でした。そしてですね、そのことを大いに意識して安倍首相はあの話を長々と続けたと思います。ところがですね、私たちは日本が集団自衛権を用いて世界中のですね、日本のすぐそば、日本の周辺のというようなことはもうすでに言ってない。世界のあらゆる場所で戦争が起こる、アメリカに対する攻撃が行われる、その時ですね、日本人はそれに対する抵抗というものを、軍事的な抵抗です、今やろうとしているんだと安倍ははっきり言ったわけです。しかもですね、自分はそのために法律をいくつも作ろうとしているんだと彼は言った。これを読めば、これを聞けば、多くのアメリカ人が、あるいは多くのヨーロッパ人も、日本は今憲法、あの憲法の三条というもので、日本にはこういう特別な生き方があるんだと、それはあの大きい戦争の犠牲の上に立って自分たちが決意したものであって、それをずっとですね、50年ももし答えてきているんだと、
それが日本に対する我々の考え方だった。ところが今ですね、安倍はある考え方は日本人から日本人がそれを乗り越えたんだと。それはもう日本人の考え方ではない。日本は世界のあらゆる場所でアメリカとある敵勢力の戦いが起こればそこに積極的に参加するだろう。それを彼らは積極的な平和主義と呼んでいるんだと。そう多くのアメリカの新聞が報道しました。それはアメリカそのように話したからです。ところがそれは本当だろうか。アメリカは確かに今言ったような考え方を述べています。実際にそれを行おうとしている。ところが安倍がですねそれを国会で議員たちにはっきり説明したことはないです。今に至ってもですね政治的な場所で大衆的な、例えばこういう場所で彼がはっきり自分たちが憲法3条を捨て去る決意をしたんだということを言ったのではない。そしてそれが実は日本人が国会でそれを採用しようとしているんだと。そして来年あるいは再来年には憲法が変えられるだろう。日本はすっかり新しい存在となって世界のアメリカの戦争に対して非常に力強い仲間となるであろうということを言っていて、彼はそう外国で繰り返し言いながら日本ではまだそれを国会であるいはそれに準ずるような場所ではっきり述べてですね、そして我々の皆さんの日本人の承諾を得た、賛同を得たということはないんだと。それを私たちは改めて考え直さなければならない。それをはっきり言う必要があると私は考えるものであります。集団自衛権というふうなものを日本人が使うということを国会で法律がそれをそのための法律を作ろうと彼らは言っているけれども、それができたわけではない。そしてしかもですね、来年今年の秋の国会であるいは来年、自分たちは確実にこの集団的自衛権も含めてそれこそ、積極的な平和主義の世界中で戦いをする憲法というものにするんだと安倍は言っている。そして実はそれを国会で試したことはないというのが現状です。しかもですね、安倍のこの考え方、この態度は世界的な宣伝として私は成功してるんじゃないかと思う。そしてそれは日本人への宣伝としても成功しつつあることが言わなければならないんじゃないかと私は思っているんです。それが私が一番暗い思いでいる理由です。ところが今ここに参りまして、これらの人々が今のこのように集まってきてくださっている。そしてですね、自分たちがどのような政治的な意見を持っているか、どのように自分たちが未来に対してこれまでの憲法3条を守り抜くことという非常に長い強い決意とその歴史に立ってですね、今は自分たちはそうじゃない、憲法集団的自衛権というふうなものは拒否するし、安倍の言う積極的な平和主義だろうという戦争への自己弁護というか自己主張というかそういうものを認めているのではない。それを大きい声で我々は言いたいし、我々はそれを聞きたいという気持ちが私にはない。
そして私のように同人でもう長くこう例えばこういう場所に出てきてこれだけの数の人たちにお話しするというのはきっとこれが最後だと私は思いますが、そういう私どもがですね、しかしはっきりした意思を持って憲法というものを守ろうとしている、本当の平和という主義を守ろうとしている、そして未来に向かって悔いを残さないことを世にしようとしているということを非常に確実に述べた文章があると私は思うんです。それはですね、今ここに集まって来られた方が皆さん持っていられると思いますが、この 5.3 憲法集会というビラであります。そこに非常に力強い、そして最も確実にこれから日本人が取るべき道ということをまとめてあって、しかもそれを確実に述べられている。そしてそれは例えば今日皆さんの手に渡って皆さんに大きい共感を、ま、巻き起こしているに違いないということを私は今思うわけです。そこで私が読む必要もありませんが、今は皆さんが持っていらっしゃるビラを家にお帰りになって家族の方ともう一度話していただく、そのきっかけにも私は自分の話を終えなければならないもう時間でありますが、その最後の言葉として私は今自分が一番大切だと思っている言葉を、まあ、命があればそれを守り続けよう、それを主張し続けようと願っているという思いを込めて読み上げたいと思います。手元にお持ちの方はそれをご覧になってください。私たちは始まります。平和と命の尊厳を基本に日本国憲法を守り生かします。集団的自衛権の合衆に反対し、戦争のためのすべての法制度に反対します。脱原発社会を求めます。そしてですね、平等な社会を希求し、貧困格差の是正を求めます。人権を守り、差別を許さず多文化共生の社会を求めます。これを皆さん方は自分たちのスローガンとしてここに集まっていられるわけです。これが私たちの思想論です。私の生き方、私たちの考え方の根本にあるものです。それを私は皆さんとここで改めて確認したい、そのことを自分の生涯にやってもういろいろとすることはないでしょうが、自分がこれだけの皆さんの前で声を大きくして語る、その最後のものとしたいと思う。それが実際私の願ってきたことです。そしてここへやってきました。でその通り私は皆さんの前でお話しすることができました。それを私は喜びます。ありがとうございました。ありがとうございました。何度も大江さんのスピーチ聞いてまいりましたが、私の記憶の中ではこの穏やかな優しい方が人を呼びつけにするのを初めて聞きました。今までは安倍さんとおっしゃってたんですが、今日は安倍と呼び捨てにされていました。それだけ怒りが収まらないんだと思います。大江さん、ありがとうございました。